そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。んなことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。フィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレーにも程がある。死んだ屋敷にこもってるらしい。魔航路から帰ってから様子がおかしいみたいだ。魔航を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行く。屋敷は村で一番大きな建物で、魔航路より古くからあるの。シンナカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけどどうする？お屋敷の中真っ暗だぞ。寝てるのかもしれない。魔力ならどうすんのよ。だが英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。屋敷の中を見て回ったけど、セフィロスの姿はなかった。地下室があったんだね。俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、
何してるんだ。一人にしてくれ。それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな。セフィロスと話さなくちゃ。クラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私は、その人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、母に会いに行く。待て待てって、セフィロス。あの時、俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら、村を守れたかもしれない。いや、どうかな。おい、ヘミ、動け。一人でも多く助けるんだ。クレード。
息子がまだ中に。無茶だ、もう戻れない。母さん。村長、本当にセフィロスさんが。セフィロスがやったんだ。きっとまだ近くにいる。そんな。しっかりしろ。お前たちは退路の確保だ。はい。セフィロス、そんな、まさか。
What's wrong? Leon! Leon! Are you okay, Leon?